時刻は夜7時を回りました皆さんこんばんは日田健こと司法書士の日高健一です今夜も皆様が聞いて得する様々な知識をお届けします30分間どうぞお付き合いくださいはいもう11月も入って今年も残り2ヶ月ですねはい、もう11月に入ればさすがに寒くなるかなと思って見てもですね今夜は確かに寒いけど昼間はやっぱりちょっと暑いですね太陽出てるし まだあの日焼けするような日差しで、さすが沖縄だなぁと思います、はいえー、あと11月、12月、年末になりますけれども、えー、残り2ヶ月、ね、頑張っていきたいと思います。 はい、えー、この番組では私、日田県に聞いてみたい法律問題、トラブル、その他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは 797-FMGINOON.com。Com, です。また、f m g i n o n のホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますのでそちらも併せてお楽しみください。はい、あとですね、サバイバル放送もやっています。リスンラジオで f m g i n o n を選んで聞いてください。 パソコンでお聞きの方は FM 祇園のホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけますのであとスマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM 祇園を選定してください。さあいきましょう日高書士法人プレゼンツ教えて日田健先生スタートです。 はい、えー、昨日ですねまあ今、あ流行ってるというか、よく、まあ、CM で見るかと思うんですけど、沖縄を変えた男っていうのを見に行きました、えー、沖,縄の沖縄を変えた男っていうのは、ですね、えー、かつてですね、あのー、沖縄水産が2年連続優勝した際の、ですね斎、えー、監督ですね、斎監督をモチーフにしたあ映画、番組です。 とてもね、あのー、ガレッジソあ主演はです、ね、ガレッジセールのゴリが、あイ監督をです、ねえー、演じてまして、えー、非常にいろいろ考えさせることがありました。まず、ですねやっぱりあの当時、今からあ沖縄水産があ2年連続準優勝したのはあ、今から約25年ぐらい前なんですね。年、えー、年ぐらい前に2年連続優勝でそれを たたたすすめに監督が立ち上がったストーリーリを書くわけですけでども、戦後ですねやっぱり沖縄が沖縄が県外の内地に対するコンプレックスそれからスタートするわけなんですけども沖縄の人は内地の人には絶対勝てないんだっていう今でこそそういうことはなくなりましたけどもあの当時はやはり 沖縄の人が内地の人には絶対勝てないんだっていうそ,そこを覆すところからスタートしてですねやっぱりこ野球に対する取り組み方というのはすごく参考になりましたやっぱり噂されているようにですねやっぱり再監督の暴力生徒がああ生徒に対する暴力ですね野球部員に対する今ならあの先生があ生徒にあのように暴力を振るったらすごい大問題には なるでしょうけどもやはりあの当時の時代鉄拳を振るって生徒を奮い立たせるもちろんですねあの怒り浸透の生徒もいるわけなんですけどもやっぱり監督が野球に対する情熱っていうのに関してはやはりやっぱ生徒に伝わったんでしょうあのコメントにもありましたけども各選手 OB ですね実際の OB が監督をずっと信じてやっていたということをコメントをしていました。 あ当時ですねあの2年連続準優勝した際のピッチャーである大野林選手、えっと、ジャイアンツ行ったりソフトバンク行ったりプロの野球選手にもなりましたけどものコメントでもずっと監督を信頼してやってきたというようなあコメントがありました。またでですね教育方法についいてもややはははりりり、えー、指導者のっっぱり皆さん一目置くというかはっきり言い 言われるのが沖縄野球界の礎を作った男には間違いないとあの興南高,高校ですね春夏連覇をした興南高校のガキア監督も沖縄野球界を強くした沖縄野球界の礎を作ったの,のは蔡監督であるっていうことを明確にあのメッセージで残していました。 ただですね野球を通じて生徒に何を伝えるかについては差異があると蔡 <laughs> 監督に対して差異があるというような書き方をしていましたけどやはりですね、えー、野球に対する取り組み方を通じて高校生が高校野球児が何をつかんでいくかについてどう違うのかっていうの内容までは書いていなかったんですけれどもやっぱり才、えー、先生とは違いますよということも書いていました。 の中でですねやはりあの時代沖縄が勝てなかった時代沖縄が甲子園行っても1回戦も勝てない、まあ、県内で勝ったとしても1回戦も勝てないっていう時代から絶対無理だというところからスタートしてやっぱり沖縄を強くしていくストーリーっていうのはですねやっぱりあの考えさせるられるものがあってやはりあの情熱取り組み行動力姿勢 というものに関してはやはりいいいつのの時代でも一緒じじゃないのかなかという,ふうに感じました、ね、やっぱり我々も高校生の時代そして大学生の時代で社会人になってやっぱり感じることはですね物事に対する取り組み方姿勢をですねやっぱりだんだん大人になるについてゆ緩くなっていくっていうか甘い甘ったれた世界に中途半端な 世界にいてそれで時が過ぎていって中途半端なことしかしないので中途半端な結果しか出てこない逆に子どもたちに対しては大人だから上から目線で偉そうなことを言ってる大人があまりにも多いから子どもたちには伝わらないというようなところはあるかもしれないなと思って自分で反省する自分を見直す機会にもなりましたはいそれでですねやっぱり沖縄には名指導者っていう人たちがいっぱいいますけども 例えばあ、この蔡監督にしてもそうですし、野球にしてもですねガキや監督だとか、ですねボクシングだったら金城新吉監督だとか、えー、ハンドボールだったら黒島監督だとかですね、えー、いろいろこう高校生を教える明白っていうのは、沖縄県内にはいっぱいいて、ですねいつかこの指導者たちの指導方法を、ですねいつかみんなで、えー、沖縄を変えた男、沖縄を強くした男、沖縄のし 名指導者の意見もしくはこの育ったですね指導を受けたアスリートたちにいつかなんかそういった意見をですね聞いてみて映画にでもしてみたいなと思いましたこれはですねこのですね今回、えー、僕が見た「沖縄を変えた男」っていうのは沖縄映画なんですよで沖縄のもう芸人がいっぱい出てですね、えー このラジオ番組 FM 技能1でやってた川光愛さんも同じ先生役で出ていましたしいっぱいです、ね、沖縄のメンバーで固めた沖縄映画でしたとても面白くて沖縄の方言も出てくるし沖縄の良さ沖縄のキャラクター沖縄の雰囲気とかっていうのも出て沖縄映画十分に、えー、日本全国で通用するんじゃないのかなっていう感想を持ちましたこれを機にですねあのいろいろまた次の 沖縄映画が出ていくといいくととなあのですね先ほど少し説明したようにあの沖縄には名指導者がいっぱいいるんですよガキ屋監督にしてもボクシングの金城監督にしてもハンドボールの黒島先生にしてもこの名博楽名監督のです、ねえー、指導力っていうのをいつか映画にしてみたら結構面白いのかなと思いました。 はい、みんな勇敢にですね、えー、スポーツに取り組んでいく一つのことに取り組んでいく情熱ある指導者僕はですね、この沖縄を変えた男を見てやっぱり、えー、指導というものはこういう,あるこう,いうもんなんだ,のだろうなともちろん賛否があってこの暴力の仕方だとか、えー、やり方だとかあについてはですね、いろいろ、まあ、否定的な人もいるかもしれないですけどもあくまでもお西監督があ野球 に取り組む姿勢そして、えー、沖縄が全国へ沖縄から全国に向けて戦っていく姿勢そのためにはどうしたらいいのか勝負に勝つためにはどうしたらいいのかっていうのを感じさせる映画でした沖縄映画としてもとても良かったと思いますしいろいろ今後もまた参考にしていきたいと思います ここでですね、歌のリクエストがあ来ています。あのえっと勇勇敢に戦った意味っていう意味ではあると思うんですけども、ナオトインテライムのブレイブってあります？ありますか？はい。じゃあそんな感じでいけそうですかね。 ゆっくりでいいですよ沖縄の映画っても結構なかなかね 君がいないからね、一人だから、なんかないですないそうです。じゃあですね、えー、っと、なに、ないそうです。どうしようかな。じゃあ、あじゃあ、な<い>ナオトインテライム、んかあるかな。ななか何がありますリクエストに近いやつ。 きっといつかだっけな。えー、き,っきっといつかはない,ない。何がありますか。えっとライフとかとか。ライフもう一個。ザワールドイズアワーズとかメガロポリスラプソティとか花びらとかですね。じゃあ,じゃあライフ行きますか。ライフ ですはいじゃあすいませんブレイブはないそうなんで似たようなのでいきましょうねごめんなさい。 次の番組の女の子は一人、コーナーみたいですあ、そうか、はい、コーナーを飛ぶ、あの繋がりなんでしょ、マッキーマッキーが前やってたなんかフェスの実行委員の多分繋がり何人男の子はそうなんですけど、多分またその、今度は流大で固まってるので、流大の同じゼミの子かな女の子って言んだよ来てますよ

時時刻はは分を回ったたところですす皆様からら寄せられた相談に日田健先生がお答えします、はい今日はですね今日の質問は、えー、会社を立ち上げたいんですけどもどうしたらいいですかということなんですけどもねそう会社うん会社といってもねいっぱいあるんだけどもおまあねいろんな会社でもね株式会社っていうのもありますし合同会社っていうのもありますし合名合資とかいろんな会社があるんですけど全部これはですね 会社もいろんなあ法人といってですね法律が認めた人ということで法律的な技術によって作られた人なんですけどもねこれが主人会社を作るとこの主人公となって取引ができるとで世の中いろいろねあの会社っていうのはあると思うんですけども一番メジャー一番多いのが株式会社ですね多くの人たちがまあ8割9割ぐらい株式会社を設立しています。 ここでですねじゃあ会社を設立したいのにどうしたらいいですかというお話なんですけども、えー、特にですね今、規制はありませんので作りたいと思えば作ることができます。一応、未成年でも作れることができるし資本金がなくても作ることができることになっています。かつては、ね、あの7人以上の発起人って作る人あの組合のメンバーみたいな人が7人集まらないとできなかったよという時代もありました。 あとは資本金が、あ資本金という元手となるお金ね、ね会社を運営していくお金が1000万ぐらいないとダメですよとかですね、い、え、ろ、ー、んな規制がありましたけども、もう規制緩和をされて、今は一人でも作ることができます。自分で会社作りたいんですけどっていうことで、一人で作れます。で、えー、それで資本金が元手となるお金はいくら必要ですかというと、必要ありません。 まあねあねの資本金ゼロっていうのは無理なので1円以上ですね、まあ、100円でもできるということですねまあ実際100円でやった例は僕の経験ではないですけどねあまりにもこう資本金100円の会社っていうとですね、えー、見た目が悪すぎるので皆さんさすがにですね1万円とか持っていますねで一番小さい会社で3人で1万円ずつ出して3万円の会社っていうのを作ったことはありますそれでも全然問題ありません 大体どれぐらい期間がかか,りますのか,あか,か,かるんですかというのをいつも聞かれるんですけども大体です、ね、僕の事務所だと一,一番小さい会社で、えー、い,ろい,ろいろいろ書類が,書類がというかいろいろ何をやりたいかはっきりしている場合には大体1週間から2週間あれば、まあ、大体2週間が相場でしょうねでできます遅くとも1ヶ月はできます一番時間かかるのはです、ね、会社の印鑑を作ったりする作業なので 別に、ハンコ屋21とかですね、その辺の印鑑、その辺というか、ちのたの印鑑屋さんで、会社設立セットっていう、会社設立のための印鑑セットがあるので、それを購入していただければ、もう本当に1週間か2週間ぐらいで、一番小さな会社が出来上がります。会社ができて、得することって何ですかということもありますけど、 まあ得することっていうのは自分以外で会社という独立した主体ができるということであのまあ取引先によってはですねあの会社じゃないと取引しないという会社もあるんですよ個人だとできないっていう個人を相手にお客さんの方とかもしくは取引先下請け、元請けの方で個人の業者さんとは取引しないです。 それで、えー、会社として取引してくださいという会社ああの取引先もあると思います。でそれで、ですね、あのー、特に会社にすると、ですね、えー、っと必ず、まあ、個人でもそうなんですけど、申告の手続きはしないといけないですね。確定申告。その時にきちんと今までは個人の事業でやった場合には、まあ、個人の財布なのか、会社の売上げなのか、あまりよく分からなかったような感じで、財布が2つあるような、なんか、 どこまでが経費なのかどこまでのが利益なのかよくわからないことになっていたかと思うんですけども会社にするとそれがきれいに分けられます会社の儲け会社の売り上げ会社の経費なのかそ,その中から会社の売り上げの中から経費を差し引いてあ経費というかかかった経費ねでそれでまたあの人件費もまた経費なんですけども役員報酬という形で通常給料が給料とは正確には役員報酬なんですけどもね 役員報酬として、えー、決められます会社のです、ね、役員を紹介すると基本的に会社を運営していく人たちのことを取締役と言いますで、えー、一番トップ会社を代表する会社を対外的に代表する人を代表取締役と言いますで会社ではです、ねえー、平取締役普通の取締役か代表取締役という2種類の取締役がいます。であのー 取締役代表取締役会長だとかですね代表取締役社長だとかですね専務取締役だとか上部取締役っていうのはビジネス取引上そういうふうな慣例で認められているものでこれを法律でじゃあ認めているということではないの。法律上を、えー 一番トップが代表取締役社長でナンバー2が専務取締役というわけではないです。引退する人が創業者で引退した人が取締役会長というわけでもないです。まあ、事実上、今こういう慣例になっているので創業者で引退した人を会長もしくは一番あの現場からちょっと一歩差し引いた大御所の人を会長だったり第一線でやる人を社長だったり えー、ナンバー2を専務だったりとか現場を取り仕切っている人を常務取締役だというふうにしている場合もありますけれども必ずしもそうとは限りませんであと監督する人を監査役とか言ってですね、えー、そういうふうにして選任してい、えー、ったりもしますそんな感じではあるんですけども会社の今、ですねあの会社の作り方についてはとても簡易化されましたので 安心して作ることができます皆さんあの気軽にですね、えー、会社設立してみてはどうでしょうかあ,あの会社を設立するちょっとビジネスチックでねあのいいかなと思いますよでまあ、同じ株式会社でもですね上場してるようなですね、えー 会社もあります例えば NTT だとかですねソフトバンクだとかですねそういった大きい会社もあればですねちっちゃいお父さんとお母さんでやっている会社も株式会社と言います同じ会株式会社というのの場合でも、ね、幅がありますのであ皆さんあ一度、まあ、検討してみたらどうでしょうか今まで個人でやったんだけども、えー、例えば、ね、会社の場合がちょっと売り上げがいい場合はあの売り上げがいいという業績がいい会社は 法人化した会社にした方が節税ということにもあの一つの戦略として立つ場合がありますので一度出税,税理士の先生と相談してね今これぐらいの売上だけど会社にしたら売上がいいんじゃないかとかですねあのそのようなあ話もしてみてはどうかなと思いました、はいえー、そろそろお時間です実際に。 いい相談してみたいという方はぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は宜野湾市大田のモスバーガー裏、レキオススクエア、うじ泊まりの2階になります。電話番号は0989174905。0989174905です。相談は無料となっております。Don't worry be happy。安心というキーワードに向けて日高法書士法人プレゼンツ教えて日高先生。お相手は法書士の日高健一でした。See you next week! Bye bye!